それいけおじさんぽ、あとおじさんぽか。今日は、イスタンブールまで来ました。名古屋港区のイスタンブール、名古屋港区です。名古屋港区のケバブイスタンブール、はい、ということでケバブ食べるぞということで始まります。よろしくお願いします。はい、来ましたよ。すごい、全く想像がつかない。まあまあ、一番一般的なのは一番左のあのトルティーヤケバブ、そうだよね、うん、ラップサンドみたいな感じね。でもまあ、あのいかにもトルコなのはこのトルキッシュピザプラスライスっていう、バックラバっていうのもちょっと気になる。どれ、アイランものみたい。あ、アイラン超うまい。ここのアイランなんかちょっと面白くない。ここの、あ、ここのアイランは超うまいですよ。下手くそですね、取り方が。あ、ごめん、全然取れてないアイラン。もう見てなかったし、うん、じゃあちょっとこれ、あれね、いろいろ頼んで。バクラバは甘いやつです。これはすごく甘いお菓子。あ、これ買いたいな。じゃあとりあえず頼んでみましょう。はい、何でしたっけ、バクラバ。バクラバ、はい、じゃあちょっとこれ、これバクラバね、はい、バクラバ、甘い、甘い、甘いやつ。かつ甘党、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 なんかパイ、パイみたいなやつ。へー、どうぞ、ちょっとあの食レポ、食レポね、一気に行くよ、あの、一気いいですよ。甘い、うん、え、そんなに甘いの、うん、いや、めっちゃ甘いでしょ。想像よりも甘いでしょ。なんかね、ヌガみたいなさ、何、ヌガ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 、なんかねっとりしたやつ。なんかそれ、何、ね、ヌガ、ヌガ、ねちゃっとした感じの、なんか中に何か入ってます、ね。そうそうそう、ナッツみたいなのが、フレーみたいな。へえ、まあ美味しい、美味しい。青のりかかってる。これ青のりじゃないでしょ。これ青のりちゃうの。いや、なんだろう、青のりではないな、うん、泉さんいたらこれカビとか言う、うん、絶対言う、絶対言う。ピスタチオの粉末とかじゃないかな、うん、甘いの、なんかさ、すごい、もう砂糖のよりも甘いって感じでしょ。でも、あの、美味しい、美味しい、うん、美味しい、はい。これはガンガンいけるよ、これガンガンいける、じゃあガンガンいける。相当甘いってことだね。甘いね、はい、砂糖が見るより甘い。なるほど、甘糖だけど甘い。わかりました。じゃあ先生一つ、え、俺が、うん、先生一つ、そのまま、そのままでいいよ。ちょっと一気に、一気にいこうか、一気に。ありがとう。どう、おー、強い、やばい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 。これはライスケバブ、ライスケバブ。あ、すげえいい匂い。これ匂い、匂い。これすごい好き。だろ、うまいよな、これ。うまいよな。めっちゃうまい。めっちゃうまいだ。でもすげえ甘いよね。ここ4個だもんね、これ3つだ。そうそう、思ったもん。最初来た時思った、俺も。まあまあ、そんなもんです。アバウトな感じで。なんかこれアイラン3つ。3つ。3つアイラン。寒い。あ、ありがとう。あ、ありがとう。寒いね、これ。オッケー。はい。アイラン。アイラン。アイラン。何の味だろう。ヨーグルトドリンクなんだけど。かぐわってるね。いっぱい出た感じ。てか全然匂いしないよね、これ。全然匂いしないです。ね。出たね、いっぱい。どう？あー、なんかね、ヨーグルト
ヨーグルト。見たい。違うの、ヨーグルトじゃない。ヨーグルトじゃない。でも、ちょっとサラッとしてるけど、飲みやすい。あ、甘くはない。ちょっと塩味が。ちょっとね、しょっぱい。あ、しょっぱい。そうなの、しょっぱい。甘みがないんだ。ヨーグルトみたいなんだけど、塩味がある。うん。しょっぱい。しょっぱい。しょっぱいヨーグルト。しょっぱいヨーグルト。しょっぱい飲むヨーグルト。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。これが、これがアイラン。アイラン、アイラン、アイラン、アイラン。どう、アイラン。だからこれね、本当にブルガリアヨーグルトの上澄みの汁。でもあれが体に一番いいっていうよ、まあのまんまの味。でもそうね、合ってるでしょ。合ってる、合ってる。でもそれがしょっぱい感じだよね。だからブルガリアヨーグルトの上澄みもこういう味。そう、酸っぱいもんね、なんかね。そう、うん、そう、あれは酸っぱいじゃん。しょっぱくはないけど、塩味があるのよ、うん、けど似てるよね。似てる、似てる、似てる、似てる。 90% 同じ味って感じ。そうね、うん、これね、うん、俺、食レポうまいよね。そう、自分で言う。うまくないよ。ごめんね、勝手にもうこっち食ってるよね。食べてる、勝手に、ね、もう、どん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 食べてる。うまい。あ、やっぱうまい。ご飯が違うのね、うん、タイライスみたいな。そうそうそう、調理前で。これ何でしたっけ？ライスケバブ。どうですか、うん、どうですか。やっぱりここのケバブは結構他のところと比べるとズワッとしててカリッとした部分がちゃんと残してあるっていうところなんで、香りもいいし、うまいです、うん、これはこれ？これ超辛いです。これは食べてもらう。唐辛子の酢漬けなんですけど、うん、めっちゃ辛い。で、これかじっといて食べるとまたうまい。これ、ゆかりでしょ。これは、これゆかり。ゆかり、ゆかり。うん、なわけないよね。はい、ライスケバブです。これはケバブピザ、うん、そうそうそう、ケバブピザ。ピザケバブ、ピザケバブ、ピザケバブ、ピザケバブです。ポテト、厚造ポテトも、ね、テカテカしてる。ドームスーパー、うん、でもね、なんかうまいんだよね、ここの。これあれだぜ、唐辛子と一緒に食った方がいいんだよ。これだけど、あのさ、うん、これうまそうな。僕がここ紹介してるから、うん、ここのはほぼ食べたことある。これは分かってるの。ピザケバブ、いや、ピザケバブ。はい、ピザケバブ、ちょっといただきます。はい、熱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 いよ。これ肉なんですか。いや、これは多分牛だと思うけど。牛なの。牛って感じで、豚っぽくね。豚ではない。豚か。豚食った。はいはい。アラビアって豚食った。熱々熱々熱々。マトンマトンはなんだっけ。マトンは羊か。羊。何だろう。あぶくじゃないの。こんな熱いんだ。熱くてわかんない味が。あの食レポなんで、あのコメントしてもらわないと。垂らしとるし、あ、お肉がね、カリカリしてて美味しい。これ何の肉なんだろう、本当に。牛だと思いますよ。これ何ですか、お肉。これ何ですか。でもなんか見た感じ豚っぽくね。いや、豚はハーラルじゃない。あ、そうなんだ、うん、じゃあ牛なのか、うん、牛ですかね。でも牛っぽくねえよな、うん、なんかな。これ皆さん何と思います？これ、これ、この肉。羊？羊は食べてるね。ラムか、ラム、うん、ラムか、ラムか、ラムちゃん。なんかね、ビーフジャーキーな感じ、味が。だいたい牛じゃん。牛じゃんかよ。バカ野郎。バカ野郎。ダメだね。そんな感じです。牛じゃねえ。はい、ありがとうございます。はい。どうでした？うまかった。うまかった。相変わらずうまいっす。うまかったって何ていうの。知らねえし。日本人もうボブに聞いてこうか。日本人だね、いない。いや、だからイスタンブールに来た感じで、ね、本当外国に来た感じ、うん、外国に来た感じ、うん、トルコって感じだよね、うん、本当にそんな感じでしたね。あ、はい、美味しかったです、うん、また非常にお口に合いましたね。また次回もね、次回ですね、また長い米食いにね。そうですね。はい、で次は
パキスタン。パキスタン。パキスタン。パキスタンの料理を食べに行きたいと思います。それではまた。おじさんぽでした。レッツトリップ。